はい、こんにちは。今日は9月19日の火曜日のマイビデオダイアリーです。今日はですね、滝の流れる近くの鉛筆公園から発信いたします。今日のテーマはですね、今日のテーマはセルフコミットメント、公言してしまうということです。セルフコミットメントすることによってですね、自分を追い込む、やらざるを得ない状態に持っていくことを言います。セルフコミットメント、私の場合はですね、1月1日に皆様に公言してしまいました。私は3日おきにですね、コミュニケーションのキーポイントを3分間で、まず日本語で、続いて同じ内容を英語で発信するとお約束してしまいました。私はですね、研修講師としてコミュニケーショントレーナーとしてですね、数千人のもうすでに教え子がいます。またですね、今すでに、NPO とかですね、理事長とかやってますから、私の発信を待っている人がいてくれてますから、その人たちとの約束を破るわけにいかないですからですね、常にコミュニケーションのことを考えてます。勉強してます。ネットなんかで情報を取ってます。プラスですね、同時に英語で発信しますから、英語力もつけなければなりませんので、ABC とかですね、CNN とか、あるいは海外の放送なんかもちょくちょく聞くようにしてます。それはですね、セルフコミットメント、皆様にお約束してしまってますから、約束を破って嘘つくにはなりたくない、これがセルフコミットメントなんですね。皆さんもですね、何かですね、実力をつけたいと思ったら公言することです。例えばですね、私はいずれやろうと思ってますが、今年の何月のテッドカンファレンス、英語で発表するんですが、テッドカンファレンスに今年は出場しますからとかですね、言ってしまうんですよ。言ってしまえばですね、やらない、はい、やらなければ嘘つきになってしまいますから、そのように自分を追い込む、セルフコミットメントすることによって、我々人間はですね、ご自身をブラッシュアップできます。自分を伸ばそうと思ったら公言してしまうことですね。はい、今日もお聞きいただいてありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。